スティンガーは日本の競争馬である。中央競馬で阪神3歳品馬ステークス、サンスポ賞ョ4歳品馬特別に優勝し、また KO 杯スプリングカップを連覇するなどを活躍。引退後には繁殖品馬となった。本校では1996年の日本三馬について説明する。なお、本馬が現役中の2001年から日本では、 バレー表記が変更になっているが、記事中は競争の名称を除き原表記で統一する。1998年11月8日に、東京競馬場での新馬戦を解消すると、続く赤松賞も勝ち連勝。ここで、藤沢和夫はこの馬の能力を試すため阪神3歳、ヒン馬ステークスに、連投で出走させた。3番人気であったが、結果は、 A シンレマーズ以下に二馬身の差を付け解消した。これは12月6日の出来事で、デビューからわずか1ヶ月足らずの GI 制覇であった。この勝利で1998年 JRA 賞、最優秀3歳ヒン馬に選ばれたスティンガーは、翌年に向け休養に入った。翌1999年は、ヒン馬3冠の第一戦、大賀賞にトライアルを使わず直行するという異例の、 ローテーションを選択。大歌賞では4歳品馬特別を勝った、サイチアデールやチューリップ賞に優勝した、エイジンルーデンス、半身3歳品馬ステークス3着で、エルフィンステークスに勝った、ゴッドインチーフ等を抑え3.1倍の一番人気に、押された。岡部幸雄騎手の大歌賞初制覇もかかっており、万全の仕上がりのはずだったが、 スタートで出遅れ後方からのレースとなり、直線に入っても全く伸びず、プリモディーネから約10馬身離された12着に沈む。デビュー4戦目で初の敗戦だった。思わぬ大敗を喫したスティンガーは、2冠目の優秀品馬には直行せず、トライアルである4歳品馬特別に出走する。このレースでは、大賀賞2着のフサイチアデールに一番人気を譲ったが、 これを首差しリゾけ一着。大賀賞の惨敗から巻き返しを見せる。優秀品馬では一番人気、トゥザビクトリーと差のない4.8倍の二番人気に押されていた。大賀賞優勝馬、プリモディーネ、大賀賞四着のゴッドインチーフ、前走スティンガーに敗れた、フサイチアレール等の有力馬も多く制覇をかけて出走していた。スティンガーは直線よく、 伸びたものの4着まで、トゥザビクトリーを差し切った、福平梅のファイバーが、優秀品馬を制覇した。優秀品馬後は、休養に入り、秋に備えた。スティンガー陣営は秋シーズンの目標を天皇賞と、することを決定。通常は3歳、品馬3冠最終戦の秋華賞に向かうのが普通で、ボバの、しかもコバが相手となる、天皇賞に向かう品馬は、極めて稀である。 まずは、天皇賞の前哨戦である毎日王冠に出走し、相手は、グラスワンダー、キングヘイロー、メジロドーベルなど、歴戦のコバが集まっており、スティンガーは8番人気に過ぎなかった。だが4着と前線し、天皇賞に向かった。セーブ文スカイが1番人気、鶴丸強が2番人気でスティンガーは、前走と同じ8番人気だった。レースは、直線見せ場を作り、 スペシャルウィークの市場新反射の4着に入った。続いて、ジャパンカップにも出走したがさすがに、距離も長く最下位の14着。この後は、マイル路線を中心に使われていくことになる。年が、明け京都品場特別に出走し、衛星流ンス以下を下して2000年を、最先のいいスタートで始めた。3ヶ月の休養を挟んで出走した、京王杯スプリングカップでは、 上昇一いブラックホークや同期のオークスバウメのファイバーらを相手に解消した。そして安田記念に一番人気で出走するモスエア氏が不発に終わりフェアリーキングプローンの4着に敗退し休養に入った。アメリカ遠征のプランもあったが実現せず12月の阪神頻馬特別で復帰したココウトゥザビクトリーの10着と大敗し2000年を終えた。2001年は 東京新聞杯から指導し、オリビエペリエを安城に迎えたが3着と不調が続く。その後は前年と同じように休養に入り、復帰戦を慶応杯スプリングカップとした。このレースで1年ぶりの勝利を挙げ、同時に史上初となる慶応杯スプリングカップ連覇を達成した。この後は再び不調に陥り安田記念15着、関谷記念5着、札幌記念7着。 阪神頻馬ステークス3着で2 0 0 1年は一生で終わった。スティンガーも6歳になり、あと1、2走で引退することが決定された。まずは東京新聞杯に出走し6着と叩いた後、引退レースとなる高松の宮記念に出走した。このレースでは、逃げ馬が1着2着と入選するという先行馬、有利の中、最後方から追い込んでの3着で現役を終えた。 引退後は、チトセのヤシロ大ファームで繁殖入りした。2003年12月1日にフレンチデピューティの子を妊娠したまま、アメリカに渡り、2年間の予定で現地で繁殖生活を送る。2004年は、キングマンボと後輩、2005年に、フサイチペガサスを種付けした後日本に帰国する予定であったが、不受退に終わったため、アメリカに残留し、翌年、 スマーティー・ジョーンズと交配された後、2006年12月5日に日本に帰国している。母はアメリカで12戦一勝の成績を残している。ありがとうございます。